幻想の世界を絞ると、地下室に続く階段が現れる。中国菓子を焼いたような匂いが立ち込め、ショッキングピンクに塗りたくられた扉には、ヒステリックな歌声が反響していた。隠れ家のようなこの場所を彼らはアトリエと呼んでいた。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんな街、もううんざり。お、おい、ちょっと。お、待ってよ、待って待って。長い黒髪の女子高生。待って。顔見せて。ちょっとやめてくれない？私暇じゃないの。うわ、ビンゴ。え？すっげー美人じゃん。身長何センチ？170ありそうだけどな。そうだな、なんならあのパッがいいかも。いや私急いでるんで、さようなら。おい待って、ビンゴちゃん。おい、こっち危ないよ。おい、待ってよ、頼むよ。おい、
すいません。あんまり無理しちゃダメよ、お嬢さん。はい。おい、イサベラ、その子逃がすな。捕まえろ。ちゃん、おい、捕まえろよ。仲間、死神。でかしたぞイザベラ。神様、私18年間真面目に生きてきました。なのにこんなのってありなんですか？こんなことなら勉強ばっかりじゃなく、もっとやりたいことをすればよかった。でもやりたいことって何？考えたこともなかったな。ああ、私の人生モノトーンの世界。この匂い、お香の匂いみたい。天使ってピンクの髪してるんだ。知らなかった。あ、気がついた？え、ここは？お、目覚めたか。うわー、いやー、地獄だ、地獄だ。ファッションショーのモデル？この私がですか？うん。矢沢芸術学院って知ってる？うん。知ってるんだ、感激。あのな、うちの学校結構有名なんだぜ。へぇ。イエーイ。私たち服飾科の3年なんだ。矢沢区じゃ毎年11月に学祭があるんだけど、その時のモデルを探してるんだ。学祭？お前スタイルもいいしさ、俺たちの考えてた服のイメージにぴったりだぜ。うん。なんだ、そういうことならそうと早く言ってよ。おお、じゃあ引き受けてくれるのか？ねやった。冗談じゃないわ。うん？悪いけど私受験生だし、そんな余裕ないんだ。帰ります。塾に遅れちゃうから。受験生、同じ3年生なんだね。その制服精鋭学園だよな。お前頭いいじゃん。で、どこの大学受けんの？どこだっていいでしょ、あんたたちには関係ないんだから。こっちはいろいろ大変なんだ。私、あんたたちの遊びに付き合うほど暇じゃないの。おい、こら、ちょっと。ダメ。待て。お前が何様だろうが何しようが関係ねえけどよ、俺たちは遊びでミシンを踏んでるわけじゃねえんだ、こら。おい、大学受験がそんなに偉いのかよ。いえ、私はそんなつもりじゃ。ああ、自覚もねえのか。俺たちをバカにしといてよ。やめて、嵐。忙しいのに引き止めちゃってごめんなさい。最低な女だぜ。地獄に落ちやがれ。何よこれ。名前も聞いてなかったよね。あ、待って。って？私、美和子って言います。放課後はここで服を作ってるの。もし気が変わったら気軽に遊びに来てね。いいね、この子。ジョージ、帰ってたんだ。ああ。お帰りなさい、ジョージ。どうだった？いい記事あったか？ああ、今一つかな。ほっかい。今度の日曜、日暮里行くぞ。このゆかりって子、生意気そうな目つきがそそるな。それゆかりって読むんだ。誰なんだ、この子。
俺たちのモデルやってくれないか。ああ、そいつは無理無理。うん、なるほど。嵐が怒鳴りつけて逃がしちまったか。嵐がね。じゃあジョージ、俺あのバンドの練習があるから、そろそろ、うん、俺のケツを狙うな。どうしよう。ねえキャロラインの手帳欲しけりゃ自分で取りに来るだろう。いや、嫌な女だったな。いや、もったいねえな。ケツいて。連絡先わかるかな。生徒手帳どうしたのかな。そうか、あの時落としたんだ。あの写真、修学旅行の時命がけで隠し撮りしたあの写真。命の次に大事なものなのに。よし。おい、早坂。ああ、もう生きていけない。おい早坂。え、どうかしたか。徳丸くん全然平気、死ぬほど元気。おいちりん、おいちりん。先生が呼んでたよ。ありがとう。じゃあさよなら。大丈夫かなあいつ、美人なのに。ひろゆき、帰ろうぜ。ああ、君の希望している大学は A レベルだったと思うが。別に志望校に入れなくてもいいんだ、はい、大学ならもうどこでもいいよ、はい。でもレベルの低いところに入ってバカにされるのはもっと嫌だ。でも世の中には違う価値観で生きてるやつもいるんだよね。早坂ゆかりさん。ん？何ですか？昨日は僕の仲間が迷惑かけたみたいで、すまなかったね。許します。さようなら。生徒手帳、なくさなかったかい？アトリエに落としていっただろ。それでわざわざ届けてくれたんですね。ありがとうございます。これってどういうこと？手帳は？欲しい？当たり前でしょ、私の手帳だもん。ふん、欲しけりゃ自分で取りに来いよ。ちょっと待って、待ってよ。ちょっと運転荒いんじゃないですか。ふん、3日前に免許を取ったんでね。この道、地下室の方向じゃない。誰がアトリエに行くと言った？どこへ行くつもり？パラダイスさ。いやあ、ジョージ、車買ったんだ。いいよね、誕生日の早い人は。可愛い子乗せてんじゃん。ジョージがゲイじゃなかったっけ？俺はバイだ。ここ、矢座学。キャロライン。え？わー、キャロライン。おい、美和子、講師の如月まだいたか。誠治さんなら、浜ちゃん先生とランチしてたよ。キャロライン。如月先生。ん？あ、小泉くん。噂をすれば。よ、何ですか？俺がかっこいいって話？まあな。あら、綺麗な子じゃない。小泉くんの彼女。
実は長い付き合いで。嘘つけ。実は誠司さんにちょっとお願いがあるんだけど。君に頼られるなんて光栄だな。いや絶対ダメ。なんでキャロライン。誠司さんは海外でも超売れっ子のヘアメイクアーティストなんだよ。だからってなんで私の髪が切られなきゃなんないのよ。そうだね、確かに切るのはもったいないな。綺麗な黒髪だし雰囲気あるからね。はあ。でもなんかやぼったいんだ。前髪かな。じゃあ少しだけ触ろうか。大丈夫だよ、優しくするから。うん。二度とここに来る気なんてなかったのに。私何してんだろう。あら、キャロライン。綺麗でしょ。誠司さんが切ってくれたんだよ。前髪が眉の上でこそばゆいよ。制服じゃなければもっと決まるな。素敵よキャリー。私ゆかりなんですけど。なんだよお前、昨日あんなに突っ張っといてモデルやるつもりか。やらないよ。え、やらないの。じゃあ何しに来た。俺たちは忙しいんだ。私は生徒手帳を取りに来たんです。手帳ならジョージが持ってるよ。え、これゆかりに着せて。うん。あなた持ってたなら返してよ。まあそう焦るな。君とはゆっくり時間をかけて愛し合いたいな。持ってたなんて、持ってたなんて、騙された。もう何よ。簡単に騙される方が悪いんだよ。私ってなんてバカなの。そうなんだ。まあな。お前たちって。さあキャロライン、トイレはこっちだよ。よ、トイレって別に用はないけど。やだな、フィッティングだよ。フィッティング。ここは男の子ばっかで恥ずかしいでしょ。男の子。広いんだね。うん、ここはね、ジョージのおじさんがバーをやってたんだ。お店。でも半年前にお店閉めちゃったんで、私たちで改装してアトリエにしたの。私たちって。うん、4人でやったんだよ。かわいいブラ。自分でやります。どうしたのキャロライン。私似合うわけないよ、こんな綺麗な服。うん、絶対似合うよ。キャロラインはパラキスのイメージにぴったりだもん。パラキス。パラキス、パラダイスキスは私たちのブランド名。もしかしてこの服って美和子ちゃんたちが作ったの。そうだよ。すごいじゃん。これってお店に置いてあるのと変わらないよ。毎日服作る勉強してるんだもん。それぐらいの技術は身につくよ。すごいね。矢座学じゃほとんどの子が自分で作った服を着てるんだよ。へえ。じゃあ美和子ちゃんの今着てる服も。これはお姉ちゃんの服だよ。お下がり。ハッピーベリーっていうブランドなんだけど知らない？知らない。あ、私そういうの超疎いんだ。お姉ちゃん、ハッピーベリーのデザイナーなの。ジッパーとか雑誌で特集されたりしてるんだけどな。でもさ、お姉さんがプロのデザイナーしてるなんてかっこいいね。でも、私はお姉ちゃんみたいにはなれなかった。どうして？この服とっても素敵だよ。パラキスの服はジョージがデザインしてるんだよ。それをイザベラがパターンに起こして嵐と美和子で縫ってるんだ。美和子は服作るの大好きだけどオリジナリティがないんだ。いくら頑張ってもお姉ちゃんの真似っ子になっちゃうの。矢座学の3年生の賞はデザイン画で選ばれた生徒を他の生徒がサポートするんだ。ジョージは優等生だから当然選ばれて、私たちがサポートしてるの。ジョージって優秀なんだ。でもショーのための服一着作るだけじゃつまらないねって、毎日放課後ここに集まってパラキスの服を作り始めたんだ。数がたまったら売り込みに行くつもりなの。パラキスの服素敵だから絶対売れると思うんだ。俺たちは遊びでミシンを踏んでるわけじゃねえんだ、こら。
お待たせしました。うわぁ、すげえ、やっぱ似合うぜ、ちくしょうめ。ごめんなさい、ん、私何にも分かってなくて、昨日はひどいことを言ってしまって、本当にごめんなさい。いや、その、まあ、あの、分かれ、いいんじゃない。なあ、嵐もひどいこと言ったんだから、キャロラインに謝ってよね。すまん。よかった、これで仲直りだね。うん、確か、お前生徒手帳を取りに来たんだよな。え、手帳を取り戻せばそれで生成するはずだったのに、なんで。返事は3日待つ。え、早坂ゆかりさん、俺たちのショーのモデルを引き受けてもらえませんか。その日は塾に遅刻した。多分走れば間に合ったと思う。でも胸がドキドキしてうまく走れなかったんだ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。